は東京都北区赤羽2丁目にある大型商業施設である。店番号は0754。1969年12月5日に赤羽ショッパーズプラザを開業したのが始まりである。東京の郊外に半円形に出展する東京レインボー作戦の第2号店として出展したもので、声優赤羽店が近隣にあったことから赤羽戦争と呼ばれる。 価格競争が勃発し、話題となった。スズラン通り商店街の一角にあり、開業時から、大英の他に、専門店街も併設した二等構成の大型店で、店舗面積1万平方メートル以上の大規模、総合スーパーとしては23区内で1号店だった。一時期、経営不振に陥り売り上げが低迷したため、80年代に開業した。 大宮店や所沢店を参考に、1983年12月に、専門店色を強めるとともに、サービス機能を備えた、当時の大英にとっては、新しい GMS として、全面改装し、新総会業した。2010年7月11日に、初代店舗を閉店し、建て替えを行って2012年3月1日に、新店舗を開業した。 この二代目店舗の開業時点では、店舗面積約6700平方メートルの、本館とマンションの1階に入居する、店舗面積約700平方メートルの別館の二等構成で、食品と衣料品に加えて生活用品も扱う、SSMMD と称する業態の、モデル店舗であった。新店舗では、開業時から、近隣住民の高齢化に対応して商品棚の、 高さを低めにしたり、エスカレーターの速度を通常の約70%に落とすなど、施設面でも配慮を行うとともに、少量化した食品や介護用品など高齢者向けの品揃えも強化している。また、惣菜も高齢者向けに和風惣菜に注力するとともに、減塩の煮物といった健康に配慮した惣菜も強化している。なお、2代目店舗の開業時点では、 別館は、商材薬局や介護用品売り場の他に、自転車売り場などで構成されていた。2015年6月20日に本館を全面改装し、フードスタイルストアの関東第1号店として、リニューアルオープンした。1階はこれまでの、食料品、花のフロアをベースに、大英では、初となる、売り場なイートインスペース、カフェでリーンを新設。 二階と三階は大幅改装され、二階はグループ会社のイオンファンタジーが運営する新業態で、カフェと室内遊具で構成されたカフェ型イベントスペース、カフェモリッチャ、植物由来の食品や化粧品を集めた、ボタニカルショップ、テーブルウェアやキッチンツールなどを集めた、ダイニングキッチンショップをはじめ、リカーショップ、日用商品、ヘルスビューティーケア、 調剤薬局で構成されたフードスタイルフロアに3階は住宅用品を扱う売り場と専門店で構成される暮らしの品専門店フロアに2階から医療品ファッション雑貨のフロアが移転統合しシーンごとの売り場構成としたライフスタイル専門店フロアにそれぞれ刷新したまた 大幅改装オープン直前の同年6月15日に別館1階も順次改装することが発表され7月上旬にクリーニング店が新たに入居自転車売り場は7月下旬にイオンバイクへリニューアルした2017年6月30日より本館3階に山田電機が都市型小型店としてテックランド台カ赤羽店を出店これにより 同館3階はすべて専門店の構成となり、医療品、住宅用品の売り場はほぼ廃止された。首都圏へ本格的に乗り出すために発足した首都圏レインボー作戦の第一弾として、原町電店が1969年に開業した。その頃、赤羽のスズラン通り商店街では大栄を誘致しようという考えがあった。これは戦後に誕生した。 当商店街の他に戦前に開業した二つの商店街があり、時代の先取りを行って商店街の活気を良くさせるのが狙いであったとされる。また、生鮮三品を取り扱う店がなかったことから当商店街内で摩擦が起こらなかった。大英側は北の拠点とともに多数出店する際の土地を探し回るも、ライバルの伊東洋華道や忠実や、 参考といった関東地方を主力としているスーパーが多数存在している場所であったこと、良い土地が見つかっても、社長であった中内に高いと一周される等のことから50の出店移行放置も実現したのは10カ所だという。そんな中、商店街側が大英に出店を要請してきて、なおかつ土地代が安いことから出店を決定した。近隣には大英会業前から、 声優ストアー赤羽店が存在した。地上7階建ての店舗で、声優ストアー内では10位以内に入るトップクラスの店舗であった。当時、西日本では大英が、東日本では声優ストアーがスーパー業界でトップであった。裏で初めて対立した両者は、赤羽で再び東と西の町が激しく衝突することとなった。大英は、 開業寸前の新聞に大4ページにわたるチラシを掲載。一品たりとも、声優ストアより高い商品はありませんと書かれており、砂糖66円マーガリン55円と爆発的な値段であった。一方の声優も黙ってはいなかった。大英開業2日前から3日間、大英の内容より安い砂糖57円マーガリン49円で販売。大英に対抗した。 そして開業日、大英は、声優の値段に反応し、すぐに、砂糖55円マーガリン47円にして、声優を牽制。ここから、熾烈な値下げ競争が始まり、最終的には1兆1円の豆腐が登場したと、される。その後、声優は、値下げ戦争から脱却し、その後、高級路線に進むこととなり、大英に事実上の軍配が上がった。 この価格競争は赤羽戦争と有名である。後に登場する出展に関する、所沢戦争、伊東洋華堂との初衝突となった、藤沢戦争、伊東洋華堂との土地、価格競争をめぐる、ことに戦争、スーパー1位2位の工房の津田沼戦争等が登場する演員ともなった。一方、声優は一旦は高級路線に進んだものの2005年に、 ゴルマート市外車化後は再び安売り路線を取っており、店頭には、大ー赤羽店、伊東洋華堂赤羽店、富士ガーデンビーンズ赤羽店様価格マックを勝負。他店チラシと、同額保証と書かれた旗が、店舗周りに多数配置され再び近隣店舗との、値下げ競争を再開している。これは、従来の特売での値下げ競争とは異なり大栄も、 含む他店の声優での価格よりも安いチラシを持ち込むとそのチラシと同額の値段で販売するというシステムである二代目店舗時代ありがとうございます